食欲の秋。はい、どうもタクタクです。というわけでね、今回も実況プレイをやっていきたいと思います。今回の、実況プレイするゲームはもうすでにタイトルが出てますが、ホラーゲームの鬼遊びと、もう鬼と遊ぶゲームですね。いや、そうとは限らないけど、まあ、タイトルを見る限りは、何か鬼と何かをするみたいな、そんなゲームなんだと思う。まあ、いつもながら、詳しい説明は、よく読んでいません。というわけでね、これはフリーゲームのサイト、フリームでダウンロードしてきました。はい。というわけで、じゃあ、まあね、最初にいろいろ言っても、つまらんし、行くか。よし、始めよう。あれ、どうだ、どうだ、あ、これか。よーし。青色ラテルネさんではない、作者さんは。よーし。あれ、進まないぞ。よし。注意。本作品にはホラー表現ね、および一部ショッキンググロテスクな表現が含まれていますので、ご注意ください。またこの作品はフィクションです。実在する人物、団体、地名などとは一切関係ありません。相変わらず神々だ、すいません。というわけでね、よし。うん、鬼姫様って知ってる？これ誰が話してんだ？女の子か？男の子か？おお、般若の面というか、なんか脳とかで使う面だな。うん、知ってる。この町に伝わる古い伝説でしょ。そうそう、昔ここがまだ村だった頃、ある農家の家に頭から角が生えた女の子が生まれた。その角のせいで、その子は誰とも仲良くなれず、ちゃんと読めよ、いつも一人ぼっちだった。そんなある年のこと、悪い病が村中を襲って大勢の人が苦しんだ。村の人たちはそれを女の子のせいにして、みんなでその子を殺してしまった。綺麗な。それ以来村では突然子供がいなくなってしまう、いわゆる神隠しが頻繁に起こるようになった。きっと一人ぼっちのまま殺された女の子の霊が友達欲しさにさらってしまう。そんな噂が誰からともなく流れ始めた。学校の割と近くに小さな神社があるでしょう。あれはね、実はその女の子の霊を収めるために建てられたものらしいの。あ、沈めるか。でもその子、鬼姫様の霊はまだ成仏できていない。今でも時々そこへやってくる人を連れ去ろうとしている。鬼遊び、お、なんか学校っぽいとこだな。3人組が、ケンスケ、ケッ、バカバカしい、どうせ単なる勘違いだろ。ほんとだよ。私、昨日友達と一緒に行ったけど、絶対変な気配したよ。今日めっちゃ噛むな、ダメだな。それに、隣クラスの川島さんも、私の先輩の友達が誰もいないのにあそこで君の悪い声を聞いたって話してたもん。ほう、じゃあその川島さんとやらの先輩の友達って誰だよ。ほら、行ってみろよ。シュ、ケ、ケンスケ。ほら見ろ。やっぱり作りば、つく、ダメだな。なんでこんな感じ。やっぱり作り話じゃねえか。ケンスケ、もうやめようよ。ふんだ。あんたは、昨日誘っても来なかったくせに、偉そうに強がってるけど、本当は怖いんでしょ？バカじゃねえの？アホらしくて付き合ってやれなかっただけだ。嘘よ。
本当は怖いから行きたくなかっただけ。てめえ。二人とも。いいぜ。そんなら今日、今から俺一人で行ってきてやるよ。明日行ってきた証拠、持ってきてやっからな。そしたら俺に土下座しやがれ。ケンスケ、ついてくんじゃねえ。うん。次の日、ケンスケは学校に来なかった。結構ベタなパターンだけど、どうしちゃったんだろうな。でも、あ、じゃあその次の日も、どうせまたバカやって学校サボっただけだよ。はじめはそう言ってたかなさんも、今は沈みがちで元気がない。あれから一週間が過ぎようとしていた。おお、びっくりした。ここは神社か。ケンスケは、ここへ来たのだろうか。ここから話が始まるのか。始まるというか、動けるかな。動ける。アイテムは？お、懐中電灯。念のためいつも持ち歩いている。まあ、いつね、停電になるかわかんないもんね。カバンの中に懐中電灯の一つや二つ、LED ライトの一つや二つ、今は収めてても不思議じゃないのかな。家の鍵、なくさないよう鈴をつけている。ここはおばあちゃん子なのか。そういうわけじゃないか。よーし。まあ、これが、後々多分何かの役に立ってくるのかな。キー設定。あ、これちょっと変えないのか。オプション。あ、なんか、特に何もないです。よし、じゃあセーブを押して。お、ヒットポイントは50。SP が30。だいたいこういうゲームってのは、こういうステータスは全て無視だよね。もしかしたら RPG 要素が後々出てくるということも考えられなくはない。よし、まあ探索していこう。狛犬は特になかった。開かない。扉はだいぶ古いものらしい。強い力を加えれば壊れてしまいそうだ。じゃあ強い力を加えてしまえばいいんじゃないのか。お賽銭箱。今お金がないのでお賽銭をあげることはできない。今時の学生ならね、お金の持ち歩いてるようなもんだけど、小遣いをもう使い果たしてたってことか。何か白いものが引っかかっている。汚れたハンカチを手に入れた。おお、汚れたハンカチね。あ、血？土？わからんな。ダイヤル式の錠前が取り付けられている。おお、え、何桁これ。1、2、3、4、5、6桁。暗号ここに書いてるとか。神社の揺れについて書かれている。内容は学校で聞いた鬼姫様伝説と大体同じだ。奇妙な紙が貼り付けられている。お、これあれじゃん、いろは歌だよね。いろはにほけとちりぬるよ、わかよたれそつねなら、なんだっけな、ういの奥山けふこえてみたいな、そんな、この小学校ぐらいで悩むじゃない小学校の時には悩んでたけど、習うやつだね。うんうん。あ、つか神社に来るときはまずここでさ、手と口をさ
清めなきゃいけなかったんだ。まあ、そういうの関係あるかな。まあいいや、とりあえず調べよう。なんていうんだ。まあいいや。参拝客はここで手と口をすいで、なんて読むんだろうな。相変わらず漢字読めないね。なんとかを落とすと。水でハンカチの汚れが落ちるかもしれない。おお、ダメじゃない。そんなとこでハンカチ洗っちゃう。まあでも落とさないと進まない。七五の調べ、横に八列、47文字歌うとき、縦と横、宝の眠る場所を知るぜ。宝、宝っていう字だけ赤いな。宝の眠る、七五の調べ。は75ならわかるけど、とりあえず戻ってみようか。まだもう少し調べよう。にしても多分これが何のとこだろうな。うん、でさっきのハンカチを、うん、7、5の調べ、横に8列あったっけ。ちょっともう一回見よう。8、あ、あるな。8列。あ、やっぱりこれのことだ。うん、いや、もういきなり難しいんだけど。どうしよう。ちょっと待って。で、七五と8列っていうのは分かった。もう、あれのことだ。いろは歌のことだ。47文字歌うとき。うん。いろは歌は47文字か。で、縦と横。宝の眠る場所を知るぜ。縦と横？宝。あ、この宝っていう場所の数字をっていうことか。宝っていうことは、いろはにほへとちりぬるよ。かは書いてるな。かはどこだろう。あ、かも書いてる。か、ねむら、あらも書いてるかな。どういう意味だろう。縦と横でしょ。1列目、2列目、3列目と横ってことか。わかんない。いまいちわかんないな。1、2、3段目の、和歌よ、た、宝だ、ただから、3段目の1、2、3、4、4番目、3、4。あ、待てよ。縦と横の数字で、3文字、たとかとらだから、それで、数字6個になんないかな。わからん。はい、というわけで、今回は一回この辺で切りたいと思います。まあ、ちょっと自分でも考えて答えが出てきたら
もう次回ね、あそこの南京錠に番号を入れたいと思います。いや、多分予想ではこの1列目、2列目、3列目っていう数字と横のその宝の場所の数字を入れれば開くと思うんだよな、というところで、まあ終わっておきます。はい、ではまた次回ご覧ください。ではまた。